はい、こんにちは、本日なぜか木曜日の2時からの放送を始めます。いつもの今日第59回 MMS、こちら関東セレミさんからお送りします。本日の MC は縁物の宇都宮です。よろしくお願いします。本日のゲストはこちら、ですね、関東精密の杉田です、はい、よろしくお願いします。でもう一人カメラの向こうに、はい、ミキです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもこうマイクロモノづくり最新情報をお伝えします。今日はちょっと今週末行われるこちら見えますか、全日本製造業駒大戦の県大会ですね。県別団体戦で、こちら関東セレミの杉田さんが出られますので、一応お伝えしたいと思います。どういう感じのものなんですか、これは。もう県、各県に各県で何チームか、5チームを決めないといけないんですけど、はい、その5チームを県大会で予選やって、はい、それが、信州大学の方で今週末決勝戦やります。じゃ杉田さん一応予選は勝ち抜いたということで。予選は一応なんとか、はいはい、勝ち抜いて、じゃあ県大会団体戦でも優勝候補という気持ちは優勝候補ですね。デコパンチだけには負けないぞみたいなそこですよね、ポイントはだそうです。はい、こちらどうなんだろう、まあ、ユーストリーム放送されるかどうか分かりませんが、また何か見ていただければと思います。はい、はい、でもう今日はいきなり始めたいと思います、はい、まずは杉田さんの自己紹介、関東精密さんの紹介、はい、この辺をちょっとお伝えいただければと思います。はい、株式会社関東精密の杉田と申します。会社自体が、名前の通り精密機械加工、金属加工なんですけども、関東にある精密機械名前は大きいんですけどね、はい、規模はまあこじんまりとしています、はい、でそこでどういう加工とか主にっていうのはなくてですね、はい、車関係、食品関係、はい、衛生面関係、あと半導体関係、もうその他諸々に手は出して、お客さん自体は多岐にわたって、主に部品加工ですね、部品加工をメインとしてやってます。でその材質的には試作品が多いです。試作品もそうですし、少量の量産品もありますし、リピート品もありますね。もう本当に部品加工と名の付くものは大概のものは、リピート品あると結構管理が面倒くさい。まあでもそれは書類が増えてったりしませんか。逆に減りますね、それは。あ、そうですか。リピートだったから過去何日やったってものなので、はい、それはデータとして取っとけるからいいんですけど、試作がもうその都度その都度なので、そっちの方がやっぱり管理大変ですね。振り回されてます。まあはいいつも電話来てますもんね。そうですね、もう電話あ来て、大丈夫です、大丈夫です。放送中来た場合、ちょっと1時間だけちょっとこう、はい、ブッチしていただいて、はい、はい、そうですね。で、何年ぐらいになるんですかね。会社自体が40年やってますね。じゃあ、随分。そうですね。ただ、40年なんですけど、僕が代表を継いだのが平成19年ですから、はい、6年前ですね、はい。ちょうどリーマンの1年前だったんですけども。はい、2代目さんになるんですか。一応2代目です。特殊な2代目なんですけど。特殊な2代目よくあんま初めて聞きます。先代がいて、はい、工場長がいたんですけど、その工場長と2人でやってた会社なんですね。はい、もうそれまではもっと何人もいらっしゃったらしいんですけど、はい、血縁関係ないんですね、先代と。あ、そうなんですか。はい、で娘婿とかでもなくて、何にも全くなくて、うん、で社員として入ってきて、そうです、工場長と前の会社で知り合いだったので、はい、で工場長に引っ張られて、お前一緒にやらんかと、はい、で俺がその工場長が、俺が継ぐから、お前後、俺が継いだとお前後継がんか、っていうことになったんですけど、はい、でいざ継ぐ段階になった時に、この先代が、工場長がピッて辞めちゃったんですよそれこそ汎用機でボーリングバイトの試合をやる途中のまんま次の日辞めてっちゃったので加工の途中で、もう加工の途中で、うわーってことで、ベランメ町の職人さんだったんですけど、まあ、やりかねないな、へー、まあ、その人腕上がったので、じゃ加工も継がなきゃいけないし、会社も継がなきゃいけない、はい、杉田君お前どうだって言って、先代の社長が僕に
話持ってきてくれて、で僕が、先代に株を買い取るって形でお金を支払いして、はいはい、会社から設備から取引先から全部引き継がさせてもらって、だからでも個人資金持たない、個人 M&A みたいなもんですね。個人資金は先にやっぱ代表になって、あ、じゃあ一応融資受けながら、はい、融資というよりまあなんですけど、会社先に代表になって、でその会社が借金して、で借金したものを僕が借金して、でそれを先代にお支払いしてすごいね。それをやって会社継ぐって大変ですよね。大変ですね。どういう心境？でもゼロからじゃないので、あ、はい、でもマイナスの可能性もあるじゃないですか。そうですね、買い取った時点では借金してますからマイナスなんで、その頃リーマンの1年前だったから、あ、まだ仕事イケイケだったんですよ。仕事はもうどん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 あったっていう、でも1年後に急にリーマンになって、んでどうしようと、で運転資金もね、はい、先代に半分を渡しちゃいましたから、その中でやったんですけど、やっぱなくなっちゃって、で借り増しして、そのセーフティーネットか借り増しして、で運転資金を増やして、銀行から信用金庫ですね、はい。じゃあまだ担保枠はあったわけですか、ね、そうですね、なんとかこう食いつないでしのいだっていう感じで、だって森世紀の新しい機械、それ去年言ってます、ね、そうですね、一昨年か。で6年前ですから、継いだのは、はい、1年後で、それこそ本当によくあのグラフ書くじゃないですか、はい、あれでマイナスすごい振り切れてるやつが仕事がないっていう状態、7割減、うん、8割減、そうですね、それぐらいちゃった時にどうしようと、でなんとか持ちこたえて、逆に今度仕事忙しくなって、で今前のところ、ここ2年前に越してきたんですけど、はい、その前までは近くの場所に、もうちょっと近くの場所にいたんですけど、はい、そこ手狭だったので、新しい機械入れたいな、でも狭いから無理だなっていうところで、場所と機械と同時に入れたっていう状態で、かなり投資、投資しましたね。2回目の借金はあの前向きな借金なので、はい、リーマンの時の借金はほら、やっぱりマイナスの借金、ね、後ろ向きの借金でしたけど、でもちゃんとこう売り上げが上がってきて、そうですね、キャッシュが回り出して、はい、だいぶ良くなってきたんですけど、じゃあここ最近はどうですか。ここ最近はだんだんキャッシュが回らなくなってきてそう、仕事が、仕事も、ま、おかげさまで回ってきてるんですけど、それ以上にやっぱり足らない設備とかがやっぱ出てくるので、設備を付加価値つけたり、あの永軸つけたり、はい、あのいろいろ工具買ったりすると、やっぱりこの規模だとすぐなくなっちゃうんですよね。なの で仕事の幅が広がってしまって、広がりましたね、はい、設備が必要になってきたりとか、はい、うん、そうですね。お客さん取引先も先代の時は1社だけだったんですよ。1社依存の、はい、ある業界の1社依存、はい、そこがやっぱり1社依存って怖いじゃないですか、はい、だから少しずつ増やして、前回秋山さんもおっしゃってました。あ、そうですか、はい、でそれはちょっと怖いのでってことで、いろいろ増やしていって、ジェットコースターみたいって言ってた。ああ、もう本当そうですねその業界は、ま、月ごとになんか山谷が激しい、激しいで鳴らすとマイナスみたいな、それをちょっと上かとか、同じ感じでしたね、はい、最近の業界をこうお客様を増やした感じで、はい、そうですね。営業は杉田さん、営業が僕だけですね、はい。じゃあいろいろ開拓していった感じなんですか。ですね、商談会に出たり、いろいろなんとか会とかでいろいろ顔出したりとか入ったりとかして、はい、そうすると自然と顔がつながるので、あ、何やってんのよって感じでお互いつながるようになったので。で今の横浜青年、あ、そうですね、はい、横浜青年経営者会ところは本当工業会の集まりですから、はい、すぐ仕事に直結するんですよね。だからそこではだいぶお世話になってますけど、つながりは太くなってますね。で、はい、その後はどうですか。その後はいろいろ、最近また新しい動きをチラチラ、新しい動き、去年講座も受けられました。あ、はい、はい、そうですね、その動きをしてようやっと少しずつですけど動かしてますけど、でも普通に売り上げが増えてきたわけじゃないですか。はい、その通常の業務ですね、横のつながりで加工とか、はい、でも自社商品開発をしようということで講座多分受けられると思うんですけど、そうですね、はい、
なぜ自社商品開発しなきゃいけなかったんですかね。いけなかった。売上は増えてきてるわけですよね。ただそのずっと思ってたのはやっぱり自分たち加工できるんだから作れるんだから何か作りたいなっていうのはやっぱりずっとあって、はい、で受ける受講を受ける前もいろいろ見せたかもしれないですけど、はい、作ったことがあるんですだけど、はい、販路だなんだって全く分かんない状態ただ物を作っただけなの でそんなところはねひょんなとこから M さんとご知り合いになって、はい、ご知り合いになってあもうと思って受講する気満々で受講しようと思ったんですよね。藤沢さんの紹介が、その藤沢さん自体があのさっき言った横浜青年研修会の先輩なので、はい、理事会の時におもむろにこう出してくるんですよ。何それみたいな。iPhone というかも自分でまだ全然売れる前ってもう開発段階なので、はい、なんすかそうです、ね、自社商品でどうのこうのっつってそういうことを やるんだって話で、うん、で定例会の時にもその話が出てきて。M さんっていうところがあるんだけど、どう、はい、来てみる。あの3期生の発表の時、それが初めてなんですよ。で、秋山さんと中村さん、はい、ですよね。あと川本さんと、はい、沢本さんと。どんな感じでその発表会の時って見て。だって皆さんまだね、そんな売り物になるようなものなんて発表されてなかったじゃないですか。うん、そうですね。だけど、それぞれ見て、やっぱり、その、考え方をしっかりこうプレゼンしてるなっていうのがあったんですよね、はい、だけど衝撃的だったのはやっぱ秋山さんのいきなりおもむろいで脱いでやり始めたからおおなんだなんだと体がね資本ですからね、 もう最初からそのイメージだったんで秋山さんは僕は先週末ねあのセミナーに秋山さんこうあ、はいね、来ていただいた時もやっぱり、はい体絞ってきてくださいねって僕らオファーしておいてちょっと脂肪が増えてきたらしくってあそうなんですか試合の合間だったん で、 あでも秋山さんも体が営業道具なんで ですごいですよね、でも自社商品開発でも前からされてたじゃないですかあ、はい、でもただやってたっていうだけですね今思えばその受講して分かったんですけどただ物作ってただけだったので、はい、今思えば、はい、でそれに何の思いがあるのって言って、はい、やっぱりないんですよね実際こう直前まで売り出す直前まで言ったけど、売り出してないっていうのは思いがやっぱないからお蔵入りになっちゃったんですけど、うん、思いっていうのは今思うと何だったんですかね、うん、なぜ作ってたそれはあなぜ作ったかさらやっぱりその例えばリーマン後だったので、はい仕事が取れないんだったら、じゃあ自分たちで作って生み出そうっていう考えですよね。それでも皆さん思うことじゃないですか。ですね、はい。それはもう誰でも多分こういう業界の人は誰でもみんな思うことだと思いますね。杉田さん以外にもされてる方も結構いらっしゃるでしょうし、で、 ね、でも止まるパターンが多いじゃないですか、ですね、ご存知のように、はいはい。で、講座を受けた後は、なんか大変だけどやり続けてるじゃないですか。そうですね、はい。それって違いは何だと思いますか。やっぱりそのものにとか事業に対する思い入れかなってやっぱ思いますね、うん、その売上だお金だうんぬんじゃなくて、うん、これを世に出したい知ってほしいみたいな、うんうんまあ、ちょっと綺麗事に聞こえるかもしれないですけど世に出したいそれでこうあの売上に結びつけばいいねって後付けですよね売上とか利益とかはそうっていう考えでも理屈としてはなんか多分聞いたことあると思うんですよ、うんうんうん、そうですねでも実感として感じるかどうかで多分ちょっと違うじゃないですか、うん、違いますね、はい、それってなんか過去の自分とは今とかなり違うでしょうね違いますね180度ぐらい根本的な考え方での進め方が違うので、うん、物に対する、だからお蔵入りになったやつもこれ今回の授業が終わってからまた練り直そうかなと思ってるんですけど、うん、ブラッシュアップして、うんあれはあれででも思いがねあったわけですからそうですね、うん、それをもう少しもうちょっと煮詰めればいいのかなって思うんでだけど、まあ、こっちの方が先なの で、ね、まずこっちを先にっていう形でこっちの話はもう少し後でちょっとこうさせていただいて、はい、よろしくちょっとそのそっちの話に近いことをちょっと工場を見させていただきながら、はい、いければと思いますんでじゃあちょっと移動しますから参ります少しずつ。
ちょっと段取りがあるので、はい、もう少し繋いでおいてください、はい、僕に振るんですね。そうですね。暗いからこの辺がいい。ここが今さっきちょっとね言いかけた秘密基地になります。で、まあ、Facebook ページは今準備して公開しているので後でそれ見ていただければいいんですけども、あの名称としてはメタル DIY っていうサービスをしていこうという場所になります。どういった趣旨のものですか。趣旨としては、ですね、趣旨としてはそのDIY の好きな人がいるんですけど、はい、その人たちっていうのは結局木工ができるっていう状態なんですけども、はい、こと金属加工の DIY ってなると急にハードルが上がるので、はい、そのハードルをこう下げて誰でも気軽に金属加工の DIY をできるようにしようかなっていうスペースを考えてます。工場って当たり前のに棚作ったりしてますもんね。そうですね、はい、それ普通の人不可能に近いじゃないですか。そうよく考えたらそうなんですよ、ね、鉄切ったはったって当たり前だけど、はい、あんなのご家庭にまずないですもんね。ないです、はい、ホームセンターにもね売ってないじゃないですか、なかなか、はい、売っててもね木工用だとか。そうですね、鉄は売ってても、うん、結局大工さんとかプロが鋼材買いに来るとか、うん、そんな状態だと思うんですね。工具とかはないですもんね、そんなに加工機械とか、はい、その辺って
なぜその辺をこう思いついたかっていうのは鉱山の中で、鉱山の中で、まあ、思いついたんでしょうけど、そう完全に鉱山の中でですよね、だからもう鉱山受けてなかったらこの発想はなかったんですから。どの辺から出てきたんですか。どの辺ですかね、あれって何なんですか、あんまり覚えてないですね。覚えてないですね。杉田師匠だったんですよ最初。はいはいはい。要は職人さんに加工を教えるのは忍びないけど、はい、素人にだと教えられるよっていう。あ、そうですね、はい、で普通の工場の職人さんってこう素人に教えるのはちょっと面倒くさがあるけど、はい、杉田さんは割とその辺がこう得意で、はいはい、師匠呼ばれしてほしいっていうようなそんな感じになってましたね、はい、流れで。だからまあそういった普通のアマチュアの人が金属加工することを教えながら、そういうの楽しめる場所があったらいいよねっていうようなところ、多分。ああ、そうですね、確かそうです。あ、そうですね、うん、それでちょうどこのスペース自体はもともと事務所にする予定だったんですね。そう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 。で今の事務所のところを検査室にするつもりだったんですよね、うん、それのために開けといたスペースだったんですけど、その途中で受講して、うん、そういう発想になって、あ、このスペースあるねって、うん、で有給機会もあるので、うんうん、だからスペース自体がまあ空いてたって言ったら変ですけど、まあまあ、他の用事で使おうとしてたものを、うん、まあ別にそういうことに使うんだったらそんなに初期費用も莫大にかからないからやってみましょうかねってあたりで始まって、ですね、はい、で一応とはいえまあいろいろデザインしてもらうとか基礎をしてもらうとか飾り付けしてもらうとかっていう若干の費用がかかるので、うん、その我々の全物のサイトに今上げようと、そうそう、いうことで今月末オープンに向けて頑張ります。日程組んでますよね一応、はい、ミシミシと、ミシミシと少しずつでも進んでますよね、ちょっとずつ。あ、そうですね、はい、水面下ではいろいろデザインになるなり、あと動画動画ですね、はい、動画は撮れます？ビデオとかカメラ買いました。動画撮りっぱなしはできますけど、ああ会社、ああ家にあるのでそれを使います。工場長に手伝ってもらいながら で、ね、はい、でもどういう場所になったらいいなっていうのはあります？やっぱり話していく中で、その要は金属加工のコワーキングスペースっていうところで、単なるコワーキングスペースじゃなくて、そのコミュニティの場所としてできたらなと、その中で新たなものが生まれるんじゃないかっていう期待もありますけど、基本的にはスペースも利用してもらうっていう形ですけど、ただ単に利用してもらうんじゃなくて、お互いのその通常のコワーキングスペースの金属加工版みたいな感じで、お互いの考えなりシェアし合ったり、意見出し合ったりっていうところを金属加工の中でできたらなぁ、うん、でまあ杉田さんの持ってる加工のノウハウとかも、ね、まあ、時々アドバイスしたりとか、はい、逆に安全とか 5S を徹底的にこう叩き込まなきゃいけないですよね。逆に言うとそうなってますそうなんですね、はい、そこは身をもって示すとです、ね、はい、やっぱ安全大事ですからね。機械の使い方も危険がありますから、うん、そういうこともやっぱり、はい、そう一番やっぱ危険にしたのは危険性の問題なので、そこはやっぱりちゃんと見て講習受けてもらってっていう形で、あとはずっとつけてもらうかとか、ついてもらうかとか、いろいろちょっと試行錯誤というか模索しながら今進めてありますけど、まあ、でもそれは普段ね下でやってるお仕事の延長上でもあるわけですから。そうですね、はい、そこはむしろみっちりと、はい、普通のアマチュアの方もやっぱりそういった気持ちで金属加工に接してもらわないと危ないですからね。そうなんですよ、基本がやっぱちゃんとやってなかったないと、とにかく危険だっていうだから皆さんハードルが高くてなかなか手つけられない。まあ、そこはでも逆に杉田さんっていうプロはちゃんとついてるっていうことが一つの売りですよね。そこで安心を与えて加工作業してもらうっていう、で一応予定してるのは平日の夜と土日みたいな感じで、土日全部日曜日やってしまうと僕がちょっと
ですけど、まあ、当面は、まあ、当面は、はい、もし回り出せばちょっと手分けしながらですよね。そうですね、はい、それはやりますね。で毎週下の設備とかはさすがに使うのは無理ですよね。そうですね、正直厳しいですね。その一石一鳥一石でできるようなものじゃないので、まあ、希望者にはこう期間限定でこう研修するとかですね、有料で研修、うん、研修受けたところでっていうのはちょっと正直なあるんですよ。そうですね、はい、NC とか ね反応もありますので、まあ、でも逆にこういった上にある簡単なボール板とかの設備じゃできない加工は下の方で、そうですね、こうプロがこうお手伝いしながら、はい、それはまあ見積もり出して仕事として請け負いながらやるという感じで、そういう関係性ができていけばいいっていうですね。あとはどうには一応組みました。簡単で組んで、そうですね。電動のつけたので、ああウィンチがつけたので、一応使えるようにはなってます。じゃあまあ材料を持ち上げてきて上で作ったものをまあ下に下ろしてみたいな。まあ500キロぐらいだからまあ十分ですよね。このぐらいあれば。単管がどこまで持つか。こっち持つ？ああ。そうっすね。2本だけですからね。はい、まあ、大きなものも上に持ち上げて加工してまた出来上がったら下げて、うん、まあ、これでできるので、はい、あ、そうそう、じゃあちょっと下に降りますね。はい、はい、が今空いてる状態なんです。
だからこれを使える人、例えば職人使える人がいるんであれば、まあ、まあ使ってもいいかなと思ってるんですけど、怖いんです、一番怖いんですよ。土俵です。どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。後半戦、はい、後半戦も雑談モードなんで、はいまあ、前半はちょっと聞きましたけど、はい、やっぱ講座受講してで4人だったじゃないですか。そうですね、はい、で3人はもう知り合い ですね、はい、で村井さんだけはまあ顔ぐらい知ってたぐらいの感じですかね。あの3期生の発表の時に初めてお会いしたっていうだけなんです。僕は3期の発表の時村井さんも来てたんでしたっていう、はい、来てました、はい、あその時名刺交換してっていう形で、その時村井さん全然講座受ける素振りが受ける気なかった感じでしたよ ね誘われてもいやいやいやってやらないって言ってたのに。で講座でもまあ10日間あったじゃないですか、はい、最初こう発電会議とか受けていただいて、はい、まあ、発電会議は何度か出られて、そうですね、はい、顔出させてもらってますけど、はい、最初はね、もやもやしてです、ね、アイディアも全然出ない雰囲気でしたけど、はい、もう最近は全然あのポストイットに何か思いついたの書けってあったじゃないですか、皆さんこう書いてパッ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 こうやってるんですけど3個ぐらいしか出なくて最初の頃は、なんでみんなそんな考えられるんだろうって思ってたんですけど、何回かこうやってるうちに何か あこういうことかと思ってポッ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 って出るようになったので、それはやっぱな慣れですかね。ですね、慣れるのと考え方が硬かったっていうのもありますね、確かに。今思うと最初の頃はかなりガチガチですね。縮まってますよね。そうですね。なぜそうだったんですかね。もうそれでずっと来てたですね。自分では頭柔らかいつもりだったんですけど、いざそういうところに出てくるともう全然から発想が出てこないっていうんですか、なんていうんですかね、枝分かれっていうんですか、それができなかったっていうのがありましたね。うん、そ数やっていくと徐々にこうなんですね、はい、そうするとなんか変わってきますね。変わりますね。なんか連想ゲームのようにこう次から次へと行くようにはなったので、やっぱ出ないやれば違うんだなっていうのはありました、ね。じゃあ誰でもやればできそうな感じ。そうですね。何回か最初1回だけですぐやれっていうのは、多分無理だと思うんですけど、2、3回やっていくうちに慣れるので、で発想の仕方も慣れるのでいけるなと、何個もそうですね、前の時何個もこう書けるようになってますよね。そうですね、この前モノでやった時はかなり
パパパパ書いてましたね。余裕でした。離れっていうのもありますね。あとはそういう発電会議の中でも。うん、でも初めて会う人とやるわけじゃないですか。はい、それも最初多分躊躇してた部分があったけど、はい、そうですね。かつやっていくと割と慣れてくるですね。打ち解けていけるというか。はい、あとはもともと仕事として営業とかもやるから、はい、そこの応用だなっていう感じで。営業活動って割とそういうトークをしてた方だったんですか。ですね、はい、トークと自分とこの自己アピールもしなきゃいけないです。そこですね、そこでつながったんです。発電会議はまた別物として考えてたから、はい、ガチガチだったのかなっていうのは、はい、ただそのあまあ変わんないなっていう、同じようにやればいいんだなっていうのは分かったので、講座はまあ進めていくと、はい、ワークショップだって丸一日かけてダーッとやらされて、はい、で事業計画みたいなのを考えさせられて、はい、そうですね、ストーリーを言わされてみたいな、どの辺でなんかピカッとこう、途中どの辺なんだろうな、後半ですか、中盤から後半ですよね。それまでは何だろう、何しよう、なんかないかな、ずっとあったんですけど、もや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 ずっとして、でやっぱ条件としてやっぱなるべくお金をかけない自社の設備でできるもので、自分の得意とするものっていうやつで、あのグラフやって重なったところがなった時に、今回の DIY の発想にどっからなったんだろう。でもやっぱさっき言った杉田師匠のキャラクターが出てき始めた頃ですよね。はいはいはい、ですかね、はい。それはそうかもしれないですね。素人には強いぜみたいな。そう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 ね。素人には弱いけど、素人には強いぜみたいな。そうそうそう、知らない人に教えるっていうこと時点で、もうその人、知らない人からとっては、そうそうそう、僕は師匠的立場だから。例の同業者の中で言ったら全然もうペペのペンなんですけど、逆にそれが価値になるっていうことに気づいたって。ああ、そうですね、それはあります、はい、要は、うん、本当の同業者の中でクロートの人たちは、うん、なかなか素人の人に対してって言うと、うん、そんなにうまくね伝える人少なかったりする、うん、少ないかもしれないですね、はい、そこはむしろ杉田さんが向いてたっていうあたりが気づいた、うん、じゃないんですかね。でちょうど場所もあったっていうのと、そうですね、相まって、うん、っていうのがありますね。本当タイミング的に良かったのかなっていうのは気がしますね。この加工業っていうのは何年ぐらいの？加工業は この会社入ってから、この会社入る前が樹脂加工をやったり、はい、前の会社でその工場長と知り合いだったっていう時の会社が金型、純正金型屋さんだったんですよ、はい、そこもモールドの金型もやってたので、なんか金型加工か金型の仕上げですね、あと部品加工ですから、はい、そこを基本的にで、それやって職を転々としたんですよ僕、はい、本当履歴書書ききれないぐらい、まあ、学校行ってましたよね。学校一応出ました学校出た後は、はい、なんかお仕事、そうですね、高校卒業してすぐ家でお仕事を、家はだーっと言っていただくと、あ、言える仕事、思いつく最初は本当に設計から、うん、設計で入ったあの金型屋さんで、あ、じゃあものづくりには入ったんです、はい、なんですけど、はい、なんですけど、そこでプレスの方に研修だっていうことでやってたんですけど、うん、ずっといつまで経っても研修終わらず、ずっとプレスだったんですね。プレスして顔、板乗せてバシャーン、バシャーン、延々と、はい、やっぱりそれはちょっとその頃辛い、僕に向いてないと思ったので、1年間はやったんですけど、他行って、その時他はいろいろ、だからトラックのうんちゃんやったり、運送会社で、はい、長距離、いや、あの近距離で2トンで手積み手下ろしだったので、はい、その頃はもうもっと腕が2回り3回りあったんですよ秋山さんにはかなんですけどムキムキだったんですけど、今は全然あれですけどね、それやったり、あと事務重機
机こういう棚とか、はい、あれの修理とかこういう、はい、鍵が、はい、そういったものの修理、そうですね、事務重機の修理だとか、はい、取り付けだとか、あと自動、それの関連する自動倉庫っていう、はい、その施工をやってたりとか、はい、あ、施工も、施工も、はい、だから割といろいろ、そうなんですよ、いろいろやったっていうのもあるんですよ、結果的には結びついてきてるんじゃないですか、そうなんですよ、全部結びついてるんですよ、全部結びついてるんですよね、はい、一通りこう、なんとなく理解はできてる世界じゃないですか、ですね、はい、偶然なんですかね、まあ、偶然だと思いますね、職を転々としたのは偶然じゃないですけど、このためにこのための伏線としてっていうふうにもこれからもパッと言う逆に言えばこんな経験値があるんですっていうのは、うん、それがあったから強みになるっていうか、まあ、普通アンカーでコンクリにアンカーボルトを打ってやるとかっていう発想はあんまりないみたいなんですよね、知らないですよね、アンカー打ちって大体僕基礎からやる人そんなにいないみたいなんですね、うん、それが分かんなくて、うん、あの社員の方にあそこ外にあるコンプレッサーの屋根作ってくれる、うん、時間があったのその頃の時間があの手空いてたからで鋼材買ってもらって屋根作るためにこうアンカーとか打てばいいから、アンカーってなんだろうって話になってあそうか知らないのかと思って普通の人見たことないですよ、こう、はい、カーンって打つやつね、その業界じゃ当たり前の基礎の基礎なんですけど、工事屋さんが大体やっちゃうから、ね、ですよね、でうちの職人さんもこの業界では職人ですけど、ことそういうことになるとわからない。そうだから、あれそうかと思って。それでここでもこうなって、ああやってこうだよって話して、あれ知ってると思ったんだけどなみたいな感じで、いやー普通知らない人だって言われて、あそうかと思って。でそこだと、うん、その一つのことを深くする専門家もいれば、はい、いろんなことを知ってて、はい、コーディネートする。専門家もいればっていう、はいはい、だから次はちょうどこっちのいろんなことをやってきたことが生かされて、はい、で今度メタルギアにもつながってくるし、それはあるかもしれない、多分その先にもなんか広がってくるんじゃないですかね、うん、要はものづくりっていうものをもっといろいろ可能性を広げるための引き出しがたくさんあるわけですよね、うん、よく言えばそうですね、よく言えばそうですねちっちゃい引き出しですけどね、僕も一緒ですやっぱり、はい、専門家じゃないんで生産技術っていうのは、はい、いや物を作り出すことが仕事なので、どの技術を選別してどういう工程を組んでいくかっていうことが仕事だから、うん、自分自身の専門領域ってないんですよ、ね、うんうん、逆にいろんなものを評価しながら結果を出すための仕組み作りが仕事だったんで、まあ、そういう専門家っていうことで、要はいろんなものを生み出すプロセスを作るような専門家っていう言い方できますけど、うん、まあ、専門家からすると中途半端ですよね、その専門家にもよりますけどね、本当に突き詰めて、例えばさっき見せた研磨の研磨の仕事を突き詰める職人さんも専門家っているけども、金属加工の一部じゃないですか、隣のことは知らないんですよね、そうなんですよ、意外と、うん、旋盤とフライスも昔は違うもんだったし、うんうんうん、職人さんとしては、まあ、今は両方ねやれるような人が増えてきてると思いますけど、そうですね、はい、で当然汎用と NC も違う人だったけども、今は全部使う人が多くなってきてるでしょうし、うん、あ、そういうの求められてますね、はい、何でもできる人が今求められてきてるじゃないですか、うん、そうですね、多能工っていうか、極端に言うと営業もしてほしいじゃないですか。そうですね。ここの仕事がない時は要は外に出て取ってくることを本当はしてほしい。まあそうですね。だけどその職人さん社にはやっぱりできた品物が、うん、もうこれ先輩の受け売りなんですけど、できた品物が営業する。うん、あ、確かにそうだなって。納、うん、めたものがいいものだったら、うん、自然おのずとそれはこういいものが触れ回るから、うん、逆もしかりですけど。うん、職人さんに対してその営業っていう意味では、うん、いいものをしっかり作ったものを出荷すれば、うん、それが営業になるんだなっていうのは最近、うん、あ、そうか、なるほど、ただ、うん、そのお客さんが認めてくれる、お客さんのレベルも要求するんですよね、はい、それはあります、ね、そこ見ない人多いじゃないですか最近、うんうんうん、値段しか、そうですね、はい、そこはなんか辛いじゃないですか、うん、値段でしか見ない
会社さんはやっぱいますね。でもそこはもう付き合ってた未来が大事じゃないですか。まあ、どうせ中国行くんでしょうね。あ、そういう流れではありますね。最優先が値段っていうところは、そういうところもあるでしょ、うん、実際。実際はもちろん。でかなりひどい人もまあチラチラいたりするじゃないですか。そうですね。平気で言ってくる、こんなこと平気で言うんだっていう人もいますけど。言った通りにあったはずなのに違うこと言ってきたら、あ後から後からこう後出しじゃんけんしてるんですそりゃ負けるよねって、うん、勝てるわけがないですそうなんですよね。それはまあ言い出すきりはないわけで、うん、でも下請けて業態入れる限りはそういうところにやっぱり振り回されてきてたわけじゃないですか、うん、でもそれで未来がね一緒にこう右肩上がりの時代は良かったんでしょうけど、うん、やっぱりリーマンをね経験されていろいろ経験されると、うん、どこと付き合うべきかってやっぱ考えたりするんじゃないですか。もちろんそれはねやっぱり未来のありそうな業界とか、はい、未来のありそうな会社とかそういうところはやっぱ自分で選んでっていうかね言い方悪いですけど、うん、やっぱちゃんとしっかり見て付き合っていかないとなっていうのはありますけど、うん、社内に出世しそうな人とか、うんうん、その辺もいますよね。そうですね。本当にもう、いろいろ考えさせられましたね、あのリーマンショックは。はい、でもそこからいろいろ、あのどん底の時期を経て、今、はい、と新たな道を進もうとされているので、はい、そこはでも、なんか、夢があるというか、こうやってこうっていう、なんか、やりたいことが徐々にこう増えてきたりするんじゃないんですか。そうしますね。お金はないにしても。うん、そう。お金なくても、こう、できることはやってっていう形で。うん。うん、それで、続けられればいいなっていうのがやっぱありますから。最初に、こう、継いだときは、漠然と、リーマン1年前ですから、仕事もたくさんあったので、これでなんとか飯食ってきゃ嫌かなっていう状態で積んだんです。頑張ったらなんとかなるみたいな。そうですね。で現実はそうじゃないじゃないですか。そんな、ね、楽なことないですから。やっぱり大変。なんて言われて、こう、継ぎたくん継ぎませんかって言われたんですか。どうだいって言われて。軽いっす。どうだいって。もともとその気もあったっていうのはあったから、その工場長が継ぐ、後に僕が継ぐっていう、はい、あったから。いずれは、まあはい、まあこの会社を運営してやらぐらいのつもりでいたんですね。それが唐突に来ちゃった急に来たっていう感じで助走なく飛んでるみたいな感じでそれはありますね。かなり度胸はいるんじゃないですか、ね。まあ、よく言われますよ周りから、よくそんなことしたねってそう言われりゃそうだなって。だけど職転々としたサラリーマンがいきなり社長になれたっていうのはそこはそこで僕としては良かったなっていうのがあったので、起業するにしても引き継ぐにしても社長になったっていう。普通創業したら大体創業資金が必要だし、うん、ですよね、設備から何から資金も必要だし、はい、融資はまず2期ぐらいこなさないとないし、はいですよね、実績もないし、うん、でも少なくとも顧客が あって引き継いでるから、うん、あと設備もありましたから、結束機か何から先代が全部ひとまとめだったんで、だからもうゼロから起業するよりか全然やっぱり楽ですよね。じゃあ逆にこう起業したい人はそういうこう後継者を探してそうな町工場さんと出会うようなことがある、後継ぎ問題とかやっぱあるので、そこはそこでうちの先代もやっぱりこのまま畳むのはやっぱりお客さんに申し訳ないからということで探してたっていうのがあったんですよ。社員の中にちょうど白羽の矢を立てて、そうです、はい、結構スッと畳んじゃう方が多い。畳むのにもやっぱり体力がいるから、畳むつもりで用意してないと多分無理でしょう。そうなんですよ、はい、よく聞くんですけど、そうじゃないけど畳むというよりもポトンとこう、もうそう潰れるっていう状態ですよね。ねえ、うん、死ぬしかないっていう、そうなんですよ。でそれを考えたら先代には本当感謝してて、本当よく僕なんかに譲ってくれたなと、今でもお付き合いあるんですけど、本当よかったよあんたに譲ってって言ってくれてるんで、
でもそれって結構すごいいい事例ですよね、ある種。ああ、そうかもしれないですね。あんまり聞かないですよね。そうですね。息子とかがいない限りは大体こう継がせられないんですね、はい、先代もやっぱいい人なので、うん、そこでだからこそちゃんとけじめつけるためにちゃんとお金払ってくれればいいよっていうことで、株式ですからね、株を買い取るって形を取ったんですよ。だから取引先金融機関的には何かなかったんですか？特に社長が代替わりしてこう事業的にどうかとかって、いや特にそれはなかったですね。やっぱりもうリーマンの1年前ですから、どんどんこんな状態だから、まあ、そうなってんだったらいいだろうっていうことで、リーマンだったらまず無理だったかもしれないです、ね。そうですね、うん。まず資金回収されちゃいますね。そうですね。資金回収されちゃったら要は動き取れない、ね。そうですね。あと引き継いだ時も先代の借入金がゼロだったので、そこでもうだいぶ違う、すごいですよ、ね。すごいですよ。はい。だから秋山さんも生きてるけど、はい、すごいの抱えてるって言ってたもん、ね。ああ、そうですか。だから他人にはちょっと任せられないなと申し訳なくって。あ、そこもやっぱり、ね、違うと思うんですよね。身内だからまあ要はそんな負の遺産も含めて継がせることは可能で、要は結局負の遺産ですよね。そうですよね、はい。それはよく聞く話ですけどね。そこもやっぱ大きかったなって思います。でもその後ね、設備投資されて借金が結構増やされてどんどん増えてます借金して先代の支払いしてるのに1年後にリーマンですから借り増ししてですからね。で次の引っ越しとマシン買った時の借金は前向きな借金なので、まあいいんです。で、いいんです。でまあ徐々にこう回収していって、そうですね、昇格していって、もうこれからっていう感じなんですね。やっと、はい、もうちょっと今度だから講座受講されて、で、まあ、自社商品っていうの杉田さんの思いを形にするっていうところを、はい、まあ、今やり始めようとされてるじゃないですか、はい、それってでも何だろう、杉田さんの中にあったものをこううまく引き出せたわけですよね。そうですね、もともと持ってたものですもんね、うん、持ってたのかな、生み出されたのかなっていう感じしますけどね。気づかなかっただけで自分自身の中にあったものですけども、うん、特に何も設備としてないですもんね。そうですね、それに関して、うん、はい、その本業が今忙しいじゃないですか。そうですね、バタバタと、いわゆるもうキャッシュの回る部分が、はい、事業が、はい、そうすると結構プラスアルファでしょ次の仕事で。そうですね、プラスアルファですね。それってどうなんですか、やっぱり仕事量もプラスアルファで、うん、めげたりしないですか。しするかな、やっぱ体力だけだと思うんですよ体力さえあればなんとかやっていけるなっていうでも結構いいお年じゃないですか。ですね、はい、年々きつくなるじゃないですか。そうですね、10年前だったらもっと、ああもうもっとガンガンやってましたでしょうけど、やっぱりね、時計見てガクってきちゃうんですそろそろ休まないと明日きついなって、そうそう、次の日のこと考えるっていう、はい、でも どうしてんですか、時間の捻出っていうのは。飲み会減らしたりとか。飲み会は減らせらんないですね。じゃあ家族との時間が減るとか。そこも減らせらんない飲み会はでも減らしてはいますね。意味のない飲み会を減らす。ああ、それはもともとないんですよ、僕自身が。そのどっから時間を持ってきてるんですかね。だから神の歩みなんですよね、少しずつしか動かないっていうのがあるから。でもやめようとつもりないんですよね。ですね、はい、そこが以前やってた自社商品開発と違うじゃないですか。違いますね、はい、すっぽりやめちゃっても悔いはなかった部分もはい、ありますね、はい、今はちょっとでも進みたいっていうのは、そう、進みたいなっていうのはありますね。それ結構大きな違いですね。全然違いますね、モチベーションが全然違いますから、ね、可能なら本業よりはそっちをやり続けたいってことですから、
あー、あわよくばみたいなね。そっちが売り上げが立ってくれば、もちろんね、立てれば、その事業の柱のうちの一本としてやっていければいいなとは思いますけどね。じゃあかなり大きな違いですね。あ、全然違いますね。その最後にちょっとそろそろ時間的に55分なので、はい、最後の方なんですけど、はい、このちょっと今までのゲスト皆さん聞いてるんですけども、はい、杉田さんの考える日本のものづくりの未来について、日本のものづくりの未来、もう無責任にちょっと考えるところを言い放っちゃっていいんですか。言い放っていただいて、過去の皆さんにも無責任に言ってもらってますんで、はいはい、日本のものづくりの未来、はい、その今までやっぱり大企業があって、中企業、小企業、零細企業ってあってる中でのピラミッド式っていうのが今崩壊してるじゃないですか。崩壊しつつあるじゃないですか。それを実感として、実感としてあるので、だからこそこのマイクロものづくりだとか自社商品だとかっていうのが騒がれて、こうブームになっているメーカーズだとか、逆に言えばその変な話、大手さんいなくても、変な話ですよ、言い放ってますよ大手さん いなくても自社商品開発でマーケティングだって中小企業できるじゃないかなと。そういう環境も、ね、ネットだなんだ整ってるから、それはそれで、逆にそれをやんないといけないんじゃないかなっていう思い、そういう未来、そういうふうに、はい、やっていかないとっていう。脱大手、脱大手言い放ちますね。だから大手がなくてもなんとかなるようなものづくりの未来が、ね、はい、要は自力でなんとか飯の種を作ってとか、極端に言えばね、自力で作ってとか、やっぱり、ね、海外で活躍されてる中小企業の方とかいるじゃないですか。そういう方たちがいっぱい増えればいいわけ でそこ同士でまた盛り上がっていけばいいですね、はい、っていうことですよね、はい。でも実際杉さんも今ね、はい、自力で生きる道を模索してこう、そうですね、はい、始めてると、はい、仲間が増えてきたりしますね。ですね、はい、同じようなことをしてそうですね、はい、そうですね、仲間、そうですね、声かけてくれたりとかしますね。それがやっぱり以前のピラミッドの中にいるとまずね、できなかったじゃないですか。そうですね。それだけを考えると逆に同業者は敵みたいな、あ、そうなんですよ、の理由のもあるし、仲間は仲間、こういう仲間はこういう仲間で対立しちゃうっていうのはあったかもしれないですね。今そんなのないですね。ないですね、はい、逆に中小企業で、まあ、もう同じようなことしてそうな方たちはもうみんな集まってお互いシェアし合って、駒体制に参加してくるような人たちって割と元気な人が多いですね。そうですね、それはありました、実感としてありましたね、はい。未来はやっぱり自力でやっぱりやんないといけないのかな。ただ自力も自社消費っていうだけじゃなくて、その自分でこう待つだけじゃなくて、自分で何かこうアクションを起こすっていうことをしないとやっぱ生き残っていけないんじゃないかなっていうのはありますね。誰かが何かしてくれるわけないですもんね。そうなんですよ。政府が何とかしてくれるわけないじゃないですか。ないですね、はい、で一個人一企業をやるっていうのはないですから、助成金がくれれば何とかなるのにっていう発言はおかしな話ですよね。そうですね、うん、なくてもやらなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、そうですね。でもね、よくね、あればラッキーですけど、なくてもやらなきゃいけないし、あればラッキーぐらいの感じですもんね、うん、そうですね。もうその辺はなんか無責任に言い放ってます。いいって許可出たので、はい、許可出ましたということで、はい、ということでありがとうございます。で次回はですね、7月の19日だったかな、12かな、次回ちょっと待って、次回はまあいいや、あとでそのグダグダ 3D ガンっていう、こう3次元データを活用することを普及してるそういう団体の理事の水野さんという方が次回ゲストとして、で要は 3D プリンターさえあればものづくりはなんとかなるっていう風潮
がどうのこうのになる以前からずっと三次元活用もされてたし、で水野さんご自身はマイクロものづくりって僕らは言い出すずっと前から自社商品開発もされてきたような方なので、いろいろと現在のちょっと三次元プリンターさえあればなんとかっていうのとは違った視点の三次元データの活用だとか、そういったものづくりについてこうお話しできればなと思っております。ということで、はい、本日はゲストは関東セミズ杉田さんでした。ありがとうございました。ぜひメタル DIY 全物乗り入れました、はい、皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。